皆さんこんばんは。こんばんは。チャリ旅トークライブ9月14日、今日で7回目、仙台です。2年前に九州から始めまして、そして今年もやりましたし、去年もやりました。ずっとやっています。この後東京に向かうんですけれども、東京で本当に47都道府県が終わってしまうわけですね。ちなみに自転車に限らずですね、まだ仕事をしたことがない都道府県とすれば、この後の工程でなりますけどね、もちろん山形ですね。山形まだないです。そして栃木はあるし、あ、水戸がない、茨城県がないです。あとはあるんだ、山形と茨城だけですね。あ、福島もないわ。というわけでですね、前回は盛岡でした。盛岡もちろんないです。盛岡の動画またアップしたいと思いますし、今札幌の動画をね、今日ぐらいからアップしていくつもりなんですが、盛岡はね、20人ぐらいだったんですけれども、すごいね、面白い人がいて、急にコラボになってたりするんですね。まあいいんだけれども、なのでこの動画がアップされている頃にはもうその盛岡の動画を見てるんですけども、久しぶりにこういう面白いというか香ばしいという方が出会ったなというのがいてですね、例えば福島に何とかっていう巨石があるんですよね。縄文時代の人はその巨石を念力で動かせたっていうわけですね。でもそれは否定するロジックはないわけですよ。でもそれね、詰まるところなんですけども、言葉で人生とは変えられるわけですね。あ、ちょうど一冊だけ残ってますね、これね。でその方は僕の大ファンみたいで、風貌めっちゃ怪しいんですけども農家やってるんですよ。でね、うちの米食べたらね、数学できるようになるんだよとかね、なんかちょっと面白いこと結構言われるわけですね。ぜひその動画がアップされるのを楽しみにしてほしいと思うんですが、言葉をすごく大切にしてるわけですね。で、言葉が人生を変える仕組み、という本ありますけれども、これはね、僕にとってのある種願望実現集大成みたいな話ですね。もう本なくなってますけど、例えば夢が叶うとき何が起こってるのかっていうのは、願望実現潜在意識の教科書であり実践編という形ですけども、この本はまさに願望実現と言葉をつなぎ合わせたですね、まあ結構ロングセラーであるわけですよ。でね、どういう言葉が霊力があるかっていう話なんですけども、これ圧倒的に日本語とサンスクリット語じゃないかなと思います。で、英語得意な人とかいらっしゃると思うんですけども、今の英語っていうのはオリジナルがほとんど残ってないらしいんですよね。例えばレストランっていう英語ありますけども、あれ明らかにちょっとおかしいでしょ、スペルが。なんで最後の T ってなんでレストランとじゃないのみたいな、あれはフランス語から来てるわけですね。で、そんな感じでですね、英語っていうのはフランス語だったりラテン語だったり、ドイツ語だったりがですね、非常に借用されてるわけですよ。だから日常的に世界の人たちが喋ってる英語にはそのオリジナルっていうのがほとんど形跡がないということですね。で、まあ、あるのはラテン語みたいなのはもちろんあるんでしょうけども、ラテン語を普段あんま喋ってる人いないと思いますよね。で、サンスクリット語はどうかというと、サンスクリット語もですね、喋ってる地域がどうやらあるらしいんですね。でもほぼほぼヒンズー語と似てると言ってましたけども、それでもやっぱりヒンズー語もですね、サンスクリット語から派生したものだろうけども、オリジナルではないわけですね。じゃあオリジナルの言葉って何かって言ったら、今言ったサンスクリット語と日本語がかなり近いというふうに言われてるみたいです。その日本語の中でもですね、大和言葉っていうのがかなりそのオリジナルですし霊力が高いと。じゃあ我々大和言葉使ってるのってね、言われるんですけども、めっちゃ使ってるらしいんですよね。で、例えば本を読むって大和言葉らしいですね。例えば食べるとかですね、走る、歩く、全ての動詞は大和言葉らしいんですよね。でも例えば更新するとか、食事するとか、なんとかするっていう言葉は漢語プラス日本語のするをくっつけた合成語ですので、あれは大和の言葉にはないということです。だからもし大和言葉っていうのを使いたいんであれば、食事をするというよりも食べるの方がいいかもしれません。でも TPO によっては、じゃあお食事されませんかって言った方が丁寧な場合もありますんで、それは現代の場所によってとか時間とかですね、状況によって変えてはいくと思いますけれども、でもオリジナルの言葉としてはそういうことらしいですね。東北の人、特に青森津軽弁というのがですね、大和言葉に近いと言ってましたけれども、どっかの人がですね、例えば自分のことをわって言いますよね。わってね、
で、わから、まあ、私とか、ね、俺とかいろいろ日本語の場合一人称が派生していますけれども、わという言葉をですね、そのまま使うところは、まあ、津軽弁だというふうに聞きました。で、津軽弁というのは古来大和語に近いと言ってました。で、その古来大和語、大和言葉を使う人たちは、言葉に非常に霊力が宿ってるらしいんですよ。だからもう純粋オリジナル大和言葉を使ってる人がいたとしたらですね、ちなみにこの CD ですけれども、さっきかけてました、これは、北島直樹さんというピアニスト、僕が大好きなピアニストですね、ですね、中山拓実さんというサックス、小川新平さんというベース、そして MC ミスティさんというですね、鳥居文子さんと一緒なんですけども、この方はですね、ヒップホッパーなんですよね。ラッパーでもヒップホッパーでジャズシンガーでもある、同時に巫女さんでもあるんですよ。正統の家系の巫女さんなんですね。で、結婚されてから鳥居っていう名前になったんですけども、なんで鳥居という名前の人と結婚するのかなみたいなのがあったわけですね。で、昔一緒にコラボしたときに、なんか最初のこの曲の最初にリン欲しいですよねって言ったらさ、あ、じゃあ借りてきますねって言って、本番で借りてきたんですね。このシャン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 ってやつ、それどっから借りてきたんですかって言ったら、明治神宮って言うんですね。で、明治神宮から借りてきて、その明治神宮の結界から出しちゃうんですよ、リンを。そしたらもうそれは元に戻せないらしいんですよね。で、これ1個いくらぐらいするんですか、んー、なんか20万ぐらいじゃねえですかって言うんですね。え、いいんですかと、いや、いいのって言って。これどうされるんですかって、何かの時に使うかもしれないとかで、でも明治神宮に借りたからってお返しすることできないわけですよ。つまりその結界からそのリンを出してしまったからですね。で、その MC 三井さんは大和言葉の達人なんですね。で、大和言葉で歌を歌ってるわけです。あとでもし時間があればね、お聞かせ、したいなと思うんですけれども、あから始まって和で終わるっていうね、大和言葉ってあるんですけども、それを即興で歌ったっていう曲があるわけですね。それは非常に聴いてると天に登ってしまいますので、って言ったらあと3枚しかないんでね、絶対まあいいですけど、はい、で、そのとにかく言葉を大和言葉と日本語をですね、きちんと使うということが実は生き残る術であるということを今年になってからいっぱい聞くんですよ。例えば皆さんも YouTube で見たことあると思うんですが、エドワードさんとのコラボの中でですね、まあ、これから動乱の時期だと、で、動乱の時期で生き残っていくにはどうすればいいですかと、いや、もちろんやるべきことはやりましょう、ね、備蓄をちゃんとするとか、どうやらですね、10日分ぐらいは備蓄しとけば、物事が動き出すから大丈夫だっていう、最近そういう試算が出てますよね。それは一番ひどいところで10日間なんですね。でも10日間は家から全く出ずに、過ごせるぐらいの備蓄は必要かなというふうに言ってました。でも10日間だからね、まあなんとかなるんじゃないっていうことです。今富士山の噴火の話ですけどね、だから仙台もですね、やっぱり東北地方ですんで、どうしても風の影響で東北には行きますよね。だから九州とかね、むしろ中部地方にはあんまり影響がなかったりするんですけども、北に流れて行きますからね。で、火山灰っていうのは結構やっぱり吸い込んだりしたら、で、痛いし、すごい人によってはね、出てくるらしいんでですね、でもやっぱり10日ぐらい家の中ちゃんと閉めてですよ、で、マスクして、無事に過ごすことができれば、自衛隊とかそういう人たちはちゃんと出動してくれるという話です。まあ、いろいろ動乱の時期があります。でもその時にですね、息でさえいればいいというふうに言うんですけども、10日間ぐらいはちょっと我慢する必要がありますよね。そういった対策をする必要がある。でもそれ以前にですね、免疫力っていうのは大事だって話なんですね。じゃあ免疫力を高めていくためにはどうすればいいかって話ですけれども、別にその睡眠をとるって当たり前ですし、きちんとした食事をとるって当たり前です。でも一方でですね、例えばその薬を飲まないとか、そういうのは僕は違うと思ってます。これは明確に否定したいと思うんですけれども、胃腸炎系のウイルスにかかったら解熱剤を飲んではいけないっていう言葉がですね、結構広がってしまったんですよね。で、これは明確に否定しておかないといけないんですけれども、それはお医者さんがそう言うんであればですね、その症状に応じてこの解熱剤は飲んではいけませんというのがいいんだけども、単純になんかウイルスにかかっちゃったから解熱剤飲んじゃいけないって YouTuber の人が言ってたなと思って、それで解熱剤を飲まなかったら、まあ大抵の人には大丈夫かもしれませんけども、でも飲まなかったおかげで熱が42度いく人がいるわけですよ。熱が42度いって、それが例えばお子さんとか赤ちゃんとかだったらですね、障害をやっぱ持ったままなってしまうわけですね。今僕自転車で走ってますけれども、まあ、とても大切にしてるんですよ。これね、バカにできないなと思ったのが、これ聞くとえっと思う比喩なんですけども、熱中症って生卵がゆで卵になるようなものらしいんですよ。で、生卵がゆで卵になったらもう二度と生卵には戻らないじゃないですか。
でそれと同じようにですね、熱中症でも脳がやられますので段階があって、でも元に戻る熱中症はたくさんあるわけですよ。だから僕も多分ね、5月にはそういう状況だったと思います。大抵は元に戻るんですけども、ある一点を超えてしまうと、もう脳が固まってしまって、で脳ってすごくねデリケートらしいし、暑さに弱いらしいんですね。なのですごく大切にしないといけないんですよ。だから僕ね、部屋にいるときは、ホテルのタオルと自分が持ってるタオルをですね、そう両方と水に濡らして、一方は袋の中に入れて冷凍庫に入れて、そしてもう一方を頭に乗せてるわけですよ。でお風呂に入ったら頭にタオル乗せますよね。あれは別に湯船にタオルをつけないということももちろんあるんでしょうけども、お風呂に入ってのぼせないようにっていうことらしいんですよね。でそういった意味ではですね、熱が出たり胃腸を壊してもですね、解熱剤を飲んでいけないっていう情報を YouTube で見たなと思って、じゃあ固くなり解熱剤を飲まないでいってガーッて上がってしまって取り返しのつかないことになりますので、僕はその時状況に応じてきちんとお医者さんに聞くっていう基本中の基本に戻ろうやということをちょっと反省を込めてね申し上げたいなと思っています。だから薬を飲んだぐらいで免疫力が下がるってことはありません。もちろん一時的には下がるかもしれませんけども、でも薬を飲んだぐらいで大丈夫なぐらいの免疫力が大丈夫必要じゃないですかと思うわけですよ。確かに薬っていうのは多くの場合というか、もちろん健康な人が薬を飲んだらおかしくなるようにですね、病気の人が飲んでもやっぱりおかしくはなるわけです。でもその病気を単体ピンポイントで治すためには薬がとても重要だったりするわけですね。例えば抗生物質っていうのはまだできて戦後にできたもので50年60年ぐらいしか経ってないと思いますけれども、ファイザーという会社が作った抗生物質ですよね。あれすごいと思いませんかってことですよ。あれがあったおかげでのたうち回らなくて済むようになるわけですね。そういうことがあるわけですよ。じゃあ抗生物質を固くなり飲まないって言って野田足回ってたら、なんか取り返しのつかないことになったりするわけですね。例えばですね、聞いた話なんですけども、女性の方っていうのは例えばちょっとデリケートな話ですけども、トイレを我慢するとですね、尿道炎とか膀胱炎になりやすいらしいんですね、男性よりも。特にやっぱり海外なんかではですね、いろいろ免疫力が下がっているところで、その時に海外とかで膀胱炎とかになるとなんかめちゃくちゃ苦しいらしいんですよね。でそんな時にその町のファーマシーって書いてる薬局がありますので、そこで抗生物質をくださいと言って Google 翻訳かなんかでやったらですね、それで一発になるわけですよ。でも私は薬は絶対飲まないんですって言ってさ、のたうち回ってたらもうほとんどもう油汗どころじゃないことになりますからね。だから僕は薬は肯定派ではあります。だけどもなるべく飲まないようにはしています。でも本当に熱が出た時には解熱剤飲まないといけないわけですよ。さっき言ったように脳がカチンコチンになってしまってゆでたのものだったら嫌でしょ。その話ちょっと怖いじゃないです か。そこは多分バランスだと思います。でもそれ以前に薬を飲んでも大丈夫な免疫力をつけようということです。でそのためには一番がやっぱり睡眠ですよね。睡眠です。睡眠だけでね本が何冊も売ってますよね、本当に。だから、寝るだけですか、でもね、ぐらいは寝れますよと思うかもしれませんが、でも現代人というのは良質な睡眠を取れているとは必ずしも思えないということがあるらしいですね。でもお子さんとか子供さんとか10時になったらコロンと寝るじゃないですか。あれが自然な姿ですね。ちなみに今の僕10時になったらコロンと寝ます。自転車に乗ってると太陽浴びるでしょ。でもビタミン出まくりの、もうエネルギー出しまくりですから、本当にね昨日もちょっと事務作業してから寝ようと思ったんですが、もう続かないですよ。もういやあとこれだけでこれ終わって、でバーン寝たらもう気がついたら朝ですよね。最高に気持ちいいじゃないですか。まあ睡眠もそうです、まあ、食べ物もそうかもしれませんけども、でもまあ話戻しますが、まあ、エドワードさん的な話で言うと楽しい思い出っていう話をしますよね。これから先大切なのは、生きていて大切なのは楽しい思い出であるということです。僕それはもう大いに共感です。楽しい思い出だ、今日というこの2時間3時間がですね、人生の中の楽しい思い出のもうほんの1ページになればいいなと思って僕も来ていますけれども、まあ、それ以外にもですね、海外旅行行ったり美味しいものを食べたりですね、お寿司を食べたりですね、そういうのはすごくいいですよね。だから楽しい思い出があると免疫力が上がると言いました。そしてもう一つね、これが話に戻りますけども、大和言葉なんです。正しい日本語を使うということです。とりわけ大和言葉、正しい日本語っていうのはめちゃくちゃ霊力があるわけですよね。霊力があるわけですよ。で先ほどの質問の中でですね、何かお経とかご神言でこういうのは
おすすめないですかっていうふうな話がありましたけれども、じゃあその護身言って何かというと、それはサンスクリット語ですよね。サンスクリット語です。例えばまあいつも紹介する護身言というと、薬師如来様のね、ウォンコロコロセンダリマドウヒソワカって、これ韻を組んでですね、ウォンコロコロセンダリマドウヒソワカと、あれ別にメモらなくていいですよ、あのネットに載ってますから、はい、ウォンコロコロセンダリマドウヒソワカ、それは例えば YouTube で薬師如来真言って言ったらさ、それも延々とウォンコロコロセンダリマドウヒソワカ、ウォンコロコロセンダリマドウヒソワカというですね、本職のお坊さんが延々と言ってるし、あの動画たくさんありますけれども、あれはもともとはサンスクリット語ですよね。ウォンっていうのは、ナムアミダ仏のナムという意味ですね。で、コロコロっていうのはなんか行け行けっていう意味らしいですね。で、センダリマドーギっていうのはチャンダリー族のマドーギさんということらしいです。で、チャンダリー族のマドーギさんって何かって言ったら、インドのカーストの中の一番下のですね、アウトカーストの不可植民らしいんですね。で、その人たちはあの体に触る人なんですよ。要するに身分の低い人とか昔からそうじゃないですか。病気、昔あのチャングムの誓いという韓国ドラマもありましたけども、あの人たちはお医者さんなんですけども身分が低い扱いなんですね。で、あの当時は中国でも韓国でもそうです、朝鮮半島でもそうですけども、身分が高い人っていうのは政治家だったり、あのなんか詩人とかになるんですよね。要するに文系なんですよ、圧倒的に。でもいわゆる理系、自然科学の人たちっていうのは特にお医者さんなんだ、身分が低いわけですね。なぜかって言ったら血を触ったり、なんか病気を触ったりするわけでしょ。で、場合によったらそのね、お物とかを処理したりするとかあるわけです。で、もちろん今ではですね、お医者さんってなるの難しいですし、やっぱり社会的な地位も高いというふうに一般で言われますけれども、昔はそうじゃなかったんですね。で、チャンダリー族のマドーギさんのところに行きなさいというのをサンスクリットで言うと、オンコロコロセンダリマドーギソワカっていうわけですね。で、訳してしまうとそういうことなんですけども、それをですね、本気で必死で唱えるとですね、通じるらしいんですよ。もちろん自分に対してはもちろんですけども、人に対してもそうです。例えばですね、これは高野山大学の先生から聞いたんですけれども、聞いたというか僕が、詰め寄って聞いたんですよね。あのここぶっちゃけ聞きますけれども、真言密教の真言って聞くんですかって。例えばお薬師さんって分かりやすいんですよ。例えば大日如来とかね、悟りを開くとかさ、なんかそういうのちょっと分かりにくかったりし、だからウォン・アラハシャノーっていう文字菩薩で本当に頭良くなるかっていうのはそれ分からないですし、ね、ウォン・マガ・キャラ・ヤソワカって言って、大黒さんの御神言でお金持ちになるか分からないんですね。ウォン・ベーシダ・マンダラ・ヤソワカって、あの毘沙門天様の神言を唱えたからって強くなれるか分かんないですよ。でもね、ウォン・コロコロ・センダリ・マドーギ・ソワカって言って、今の病気が治るか治らないかって分かりやすいじゃないですか。病気が治るかない。で、治るんですかって聞いたら、治るって言うんですよ。それなんでですかって言ったら、本気で言うやろと。あ、その先生はもともと高野山大学の先生なんですけども、まあ、僕の師匠になりそうな感じの人なんですね。たまたまちょっと出会って、個人的なプライベートの勉強会に参加させてもらうことになって、昨日その先生が夢に出てきて、なんか僕になんか説教をしてる夢を見ちゃったんですけども、まあ、そもともあれですね、あのもともと京大医学部にいたらしいんですよ。家がお医者で、でもなんか1年半で辞めて予備校講師になって、でお大師様に惹かれて、そっちの道に入ったって言ってました。で、サンスクリット語とかパーリ語とかですね、そういった言葉17カ国語喋れるって言ってました。で、見たものが全部覚えてしまうらしいんですね。で、歌もめちゃくちゃうまいし、ギターもめちゃくちゃうまいらしいんです。はい、まあともかくですね、その先生に聞いたわけですよ。もともとだから、お大師様、つまり真言密教の人であるし、もちろん漱石もあるし、なんですけれども、まあスピリチュアルな人ですよね。でも自然科学の素養がある人ですよ。で、そこで聞いたわけですね。聞くんですかって。聞くって言うんですよ。なんで聞くかって言ったら、本気でやるやろと。そしたらな、そのな、あの波動がなとかな波動って言ったら分かんないですけども、脳に響くんやと。で、脳をな変化させるんやと。真言をずっと唱えていると、まあ、それは例えばトランス状態に入るとか、多分脳波っていうのをあの測ってみたら、多分そういうなるんでしょうね。だから、オンコロコロセンダリマドーギソワカっていうのは、今言ったように、チャンダーリ族のマドーギさんのところに行きなさいっていう、ただそれだけども、チャンダーリ族のマドーギさんに行きなさいって言っても、これはあんまり霊力を感じないわけですよ。でも、オリジナル言語であるサンスクリット語であるということが一つ。これは大切ですよね。それを本気で言うんですよ。すると脳が変わって、脳から指令を出して病気を癒すようになるらしいんですよね。で、それは自分自身に対してもそうなんだけれども、人に対してもいくわけですよ。それも人に対してもですね、あのその人の目の前で言わなくてもいいんですよね。
例えば自分の身内がアメリカにいたとしましょう。でそこで、まあ、真言密教徒としてはですよ、仏教者としてはできることは何かなったら、もうお薬師さんのご真言を1日1万回唱えるしかないじゃないですか。まあ1万回じゃなくてもいいけども、1000回でもね、オンゴロゴロセンダリマドオギゾワガ、オンゴロゴロセンダリマドオギゾワガってさ、1日5時間ぐらい使ってね、唱えるんですよ。もう自分の身内だし、愛するね、家族だったり仲間だったりするわけでしょ。でもその本人ね、アメリカにいる本人は、じゃあ俺今日から君のために真言唱えるから、マントラ唱えるからって別に言わなくてもいいらしいんです。必死でやると、なんかそれがバイブレーションとして伝わるんですかね、集合的無意識を通るんでしょうかね、その方の脳のに響いてそれが指令を出すわけですね。で、脳が指令を出してるらしいんですよ。全て病気っていうのも、例えば簡単な話なんですけども、斉藤ひとりさんが言ってましたけれども、病気を治すのはな簡単なんだよっていうわけですね。これは実際斉藤ひとりさんの動画で見てたし、僕も本で読んだと思うんですけども、例えばまあ簡単な病気の場合ですよ、ちょっと肩が凝ってるとか腰が凝ってるとかいう場合、だから腰が凝っていたとしましょう。その腰に対してさ、おい分かってるんだぞって言うらしいんですね。お前が何をしたいのか分かってるんだぞっていうわけですよ。で、腰を痛めることによって例えば何かの気づきを促すのか、姿勢を正しなさいというのか、ひょっとしたらこのままねずっとその姿勢だったりこの食生活だったりを続けているととんでもないことになりますよっていうふうにね、要するに警告をなしてるの、それは意味わかんないです。でも分かってるんだぞって言ったら、潜在意識さん、腰に宿ってる潜在意識さんが、あ、分かっちゃいましたって言って治るらしいんですよね。でそれは結局、まあ、腰なんですけども、全ては司令機関である脳ですよ。で脳をね正常に保つためにはどちらかというと冷やしておいた方がいいらしいです。だから解熱剤は適宜飲まないとゆで卵になってしまうと繰り返しがつかないですね。でそういった意味でですね、滝行とかとてもね理にかなってるかもしれないですね。で福岡にね脳を冷やすクリニックがありますからね。仙台にもないですか？全国にあると思いますよ。どっかなんかたまたま僕みたいな福岡のクリニック、クリニックというか、まあ、民間の、そういった医者とかじゃないところですけども、脳をね冷やして、もちろんなんかエビデンス的なものはあると思うんですけども、なんか結構あるらしいんですね、そういうのがね。脳を冷やしなさいと。で脳が指令を出してるわけですよ。で「おんこのこ仙台に窓をぎそわか」というふうに言いまくっていたら、脳が指令を出して治すらしいんですよね。つまり全ては脳の指令なんですよ。なんか今俺自分で初めてこの言葉言ってさ、大したこと言ってるなと思ったんですよね。そうだよね。今まで YouTube でも言ったことないんだけども、全ては脳が指令を出してるんですよ。病気なのも脳が指令を出してるわけです。でその脳の指令のですね系統を変えるわけですよ。それは自分自身に対してもそうですし、全然知らない人に対してもそうです。それがなぜか集合的無意識を通ってですね、その人の脳に伝わってそれが指令を出すわけですよ。それによって病気は実際に治るっていうわけです。すごいですね。でそれもやっぱり護身言がいいんですかって言われたら、護身言がいいんです。なぜかというと、それはサンスクリット語っていうオリジナル言語だからです。もし英語でもいいかどうか分かりませんし、何の英語がいいかと分かりませんけども、まあ、英語でもいいって話ありますけども、まあ、英語のアファーメーションとか、もともとアファーメーションとかそういうのは英語圏出身ですよ ね。なんかちょっと英語わかんないけどさ、アバンダンスどうたらこうたらとかいうのがあるわけですよ、そういうのがね。でもそれよりもオリジナル言語はなんとなく良さそうと。なぜかというと、人間がその言葉を使ってる、もう本当に初期の初期に戻った時に、何かあ、なんたらかんたらかんたらって言うんでしょうね、日本人の場合は。でその言葉によって、一番最初の話を戻しますけども、福島県にある何かの岩をですね、言葉によってぐわーっと持ち上げられるらしいんですよね。それぐらいの霊力が我々にはあるし、我々の言葉にはあるっていう主張をされている方が、盛岡にいらっしゃいました。真面目に答えてました。でもそれは僕は否定するロジックは持たないわけですよ。本当にそうかもしれない。でも岩を持ち上げるかどうかってね、それはまあ分かりやすいですけども、そこまでの必要性がまずないということと、そこまでの霊力をですね、我々が要するに情報がありすぎるからね。でもそれでもですよ、ちゃんとした言葉を使っていくと免疫力っていうか上がるし、あとやっぱり願いが叶うわけですよ。で言葉を発することによって、さっき言ったように脳に何か指令がいくんですよね。でそれは例えばですね、ご神言でもいいですが、ありがとうとかね、感謝しますとか、感謝するっていうのはまあいいかな、うん、まあごめんなさいとか、あ、よくあるじゃないですか、ほうぽろぽろとかですね、
でそれをずっと言ってると脳の指令系統がピピピピピピって伝わっていくんですよね。だけども例えばですね、無意識のうちに言ってしまう言葉ってあるでしょ。でその無意識のうちに言ってる言葉っていうのは自分の経験パターンからそれを無意識に口が言わせてるわけですよ。つまりこういう口になってしまってるんですよね。例えば僕ね、本当にですけれども2004年に斉藤ひとりさんを読んだり小林正寛さんとかね、五日市剛さんの本に出会ってやっぱ言葉だと思ったんですよ。それから徹底的にトレーニングというかリハビリテーションをしました、自分で。そしてネガティブなことを言わないと、それを徹底にトレーニングしたんですよね。でトレーニングの結果、それはもちろんね 100% ではないかもしれませんけれども、でも 98% ぐらいはネガティブなことは言いません。でネガティブなことがそういうふうに考えられないんですよね。でも今めちゃくちゃ晴れてます。もし雨が降ったら降ったでオーマイガーとか言わないですね。雨降ってるね、天の恵みだよねって俺絶対言うんですよ。でそういうことを繰り返してるわけですね。でそれって結構トレーニングが必要なんですけども、でも無意識のうちにね、この野郎とか言っちゃうするじゃないですか。そしたらその無意識の言ってる言葉っていうのはもうすごい脳に指令のね、なんか強さが半端ないらしいんですよ。脳の指令の強さ半端ないんですよ。だから無意識のうちに言ってるような言葉、これねどっかでまた言ったかもしれませんけども、とあるですね、方がいらっしゃるわけですよ。五日市剛さんという人が聞いたんですけども、ものすごい美しい言葉を使う人がいるんですよね。知り合いにいたんですよ。その方めちゃくちゃついてないらしいんですよ。ね、例えばいい言葉を使いましょう、ね、ありがとうと言いましょう、ね、感謝しますと言いましょうとかね、さていい言葉を使いましょうという教えを誰よりも実践してるんじゃないかなっていうことらしいんですよね。でもその人めちゃくちゃついてないらしいんですよね。で不思議だな、あんないい人がね、あんなその言葉を大切にしてる人はなんでこんなついてないんだろう、なんで全てが全て裏目に出るんだろうねって、なんか僕がこうやって伝えてることはちょっと自信なくなっちゃうねみたいな感じでちょっと思ったらしいんですよ。である時もうなんか慰めるためにですね、友人だったからなんかご飯でも食べに行こうかって言って誘ったんですね。あね、で、まあ、ご馳走するよって言って、でいろいろ喋ってるじゃないですか。でお酒を一杯飲むんですね。そしたらもう一杯いただいてもいいですかって、ああ何杯でもどうぞってやっぱ言いますよね。でもう一杯飲んで2杯目飲んでパッと置いた時に殺す怖ーでしょ。もうちょっとこれ以上は言いませんけれども、そういう誰それだったら、誰それすぐ、誰それねえとかですね、もうオンパレードらしいんですよね。で飲んだら飲むほどですね、その言葉がどんどん出てくるわけですよ。つまりもう溜まってるんですよ。だからこれはなぜそういう言葉が溜まってるかどうかっていうのは、それはその人のね生育過程においてよっぽど辛いことがあったのか分かりませんし、でもそれは本人覚えてないんでしょうね。で普段はもうカッチカチの理性で抑えてるんですよ。でカッチカチの理性で抑えてるんだけども、自分のその中身、潜在意識、無意識の中にはですねマグマのようにねえとかですねスーみたいな言葉が渦巻いているんでしょうね。それはもう本当ね、じゃあどうすれば直せるのかったら、もうそれ気づくしかないですよね。自分がそういう言葉を言ってるんだと、じゃあ もうそこは本当ね、その、言葉が出てしまうようなそのマグマのような原因に探るとかですね、まあ、例えばそれはフロイト的な原因探るっていうのもあれば、アドラー的なですね、それを言うことによって何を実現してるんですかみたいな言い方もできるかもしれないですけども、でもそれは本当ね、精神的な工事が必要かもしれません。でもいずれにしてもですね、ねえとかですね、ねえとか言ってる、無意識に言っちゃってる人は本当についてなくしてるわけですよ。だからそれはもう本当ね、世の中の 97% の人がみんなそうですよ。だってね、まあ、こういう本を読んでない人ですよ。いや僕はさっきも言ったように2004年にそういう本とかね教えに出会って、言葉をねもう絶対に気をつけようと思ったわけですよ。でそれまではまあ、僕のボキャブラリーの1日で話す、ね、言葉は例えば100としよう、まあ、100じゃなくて多分1万ぐらい喋ってると思うんだけども、まあ、100としてですね、そのうち 50% ぐらいはこの野郎バカ野郎だったような気がします。だけどもそうじゃないんだって、もうリハビリだということで、もう全てにおいてついてるついてるありがとう感謝しますと言いまくってたんですよね。
そしたらその2004年会社員だったんですけども、それまでもうなんかすごい辛かったんですが、いろんなことにおいて、特にやっぱりあの時の会社はですね、個人施工業務が多かったんですよね。割と建設コンサルタントっていう会社で、例えば何とか市の何とか企画調整課とかに出向いて、そこの報告書を作って、それを会議に出てどうとかですね、それはみんなでもちろんやるものなんだけども、担当は1対1ですね。市役所の担当と、民間企業のコンサルの担当って1対1でしょ。でここ大切なのは相性なんですよね。お客さんのとの相性が悪かったら年度末まで最悪、もう目をつけられたら最悪。向こうは発注者ですし、こっちは業者ですよね。で最初の頃はですね、まあ、いい大人だし、それはまあ丁寧にやりますよ。でもやっぱり、その発注者が思うような仕事をしなかったら、だん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 ね、こじれてくるわけですよ。これで無理難題を言い出すわけですね。こっちはこっちでですね、いろんな仕事をしないといけないわけですね。でそこばっかりやってるわけじゃないですよ。でも向こうはそんなこと知ったことかということでしょ。こっちやれよと。でまあ理不尽なことも言うわけですね。ちょっと成果品2部出してもらっていい、どっちか選ばせてとか言うんですね。その現場に僕も居合わせましたけどね。これこの大変な作業を2個やるのみたいな。それを選ばせろって何だと。で普通だったらそんなこと言わせないんですよね。いやいや、その2個は出すのはそれぐらいの料金倍額とかってできますけども、それだけ人件費かかってますから、その理屈を言わなくてもですね、そもそもそれが大変だってことはみんな分かってるわけですよ。でもそうやって言わせてしまっても、いやそれはできませんって、いやできないじゃないでしょと、やらなきゃというところですね。言うわけですよ。いやこれまでどういう、だってこれがはい成果品ですで出てさ、それが世に出せるようなものじゃなかったらどうすんのみたいなことを言ってくるわけですね。でもそれはもう人間関係でどうなるんですよ。で僕の場合人間関係めちゃくちゃ良くなったんですよ。もうお友達みたいな人ばっかりなんですよね。で企画書を書いてコンペで喋ったりするわけでしょ。で僕なんか当時からプレゼンうまかったんですよね。なんかね、プレゼンで勝てることが多かったわけですよね。でみんな土木建築学科の出身で、僕なんか文系なんですけども、まあ話うまくないですよちょっとね。なんかでもうはったり口ばっかりですからね。それで大丈夫ですよね。結局つまらない。まあそれで取れること取れたらやったでしょ。で取れなかったら、あ、嫌な担当者に会わなくてよかったと、うん、俺のこのプレゼンを嫌うような、落とすような担当者じゃなくてよかったなと。もしそこで仕事を取っていたら、エンド末までは地獄のような時間だなと思って、ラッキーだ、これもラッキーでしょ。でそうやって見ると、客最終的にはね、もう他の人たちは、他の社員の人たちですよ、上司とか先輩社員とかはやっぱり結構こじらしてるんですよ。で僕だけもう別世界で、それがあるんだなと思ったんですよ。でそういうことが積み重られていたんで、言葉ってあるんだなと思ったんですね。だからでここに来て、あ、なるほどと思ったのが、例えば大和の言葉とかですね、別に大和の言葉とか言うとさ、なんかこの言葉はどうですかとかね、か聞いてくる人いるんですけど、別に大和の言葉じゃなくても別にいいと思うの。だから我々が使ってる日本語を自然な形でですね、しかもポジティブで美しい言葉を喋っていて、でそういう言葉を聞いているとですね、自然に運が良くなるんですよ。だから運が悪い人はそういうことです。ちゃんと喋ってないわけですよ。でそれは全ては脳にあるわけですね。脳の指令系統ですよ。